甲虫類は、昆虫砂、有志昆虫アコウ、甲虫目とも、に分類される昆虫の総称。カブトムシ、クワガタムシ、カミキリムシ、ゲンゴロウ、オサムシ、ホタル、テントウムシ、ゾウムシなど、非常に多様な昆虫が所属する。昆虫類のみならず、動物全体においても、最大の目である。種名のあるものだけでも35万種以上が知られており、 未だに次々と新しい種類が報告されている。植生も多様で、虫食、不肉食、粉食、養食、樹木食、樹液食、菌食、蜜食などがある。成虫は口くらで形成された頑丈な外骨格が発達しているため、甲虫の名がある。前肢が硬化して、腸肢という器官になっているのが特徴で、薄くて大きい甲肢と腹部を保護する役割をしている。 サヤバネメという名称もこの前紙の形状から付けられた。ただし一部には前紙が薄いものや、羽隠しや土半妙のように腹部が大きくはみ出たものもいる。飛ぶ時は前紙にしまわれていた膜状の格子を広げ、羽ばたかせて飛び、前紙は主に平行を保つのに使われる。ただし、土半妙や一部のホタルのメスのように羽が退化したもの、 一部のオサムシやゴミムシのように2枚の前肢が互いにくっついて講師が完全に封印されたものなどもおり、これらは飛ぶことができない。その一方で、花むぐりのように前肢を開くことはできなくても、その下から講師を出して飛べる種類も存在する。変態は卵幼虫さなぎ成虫という完全変態を行う。幼虫には羽はなく、成虫とはにつかない姿をしており、 成虫とは、食物が違うものも多い。なお、土半妙などは、成長段階に応じて、幼虫の期間内でも形態が変化するので、可変体と呼ばれる。他にも多くのトガが,が認められている。ありがとうございます。